しい。なんだこのバトル。こんな楽しいの久々だね。おお、やばいねこれ。みんなピンクじゃん。イクラさんいるよ、イクラ。あの人世界でもさ、トップクラスの人じゃん。いや、勝ってあげますよ。最近ですね、あのイクラさんっていうか世界のトップクラスの人にね、勝つことが多いですから、今回もいけるんじゃないかなって思ってます。よし、で次渡ります。でドア入ります。そして今度は、なるほど、これめんどくさいやつだ。これめんどくさいやつだね。何やってんの。何やってんの、ルイージ弟よ。どうすればいいのこれ。ねえルイージ、これどうするつもりねって、ルイージってなんか答えてよルイージ。それがルイージ、お前のやり方が。やり直ししよう、シンプルにやり直ししよう。ね、確かに気にしないで、僕全然怒ってないからね、気にしないで。っていうことでさ、みんなでやり直ししよう、それかギブアップしよう。キノピコ、なんなのね、さっきからなんなのこのキノピコ。なに、じゃれ合いたいの。なるほど、そういうことか。じゃあ僕も投げてあげましょう。よし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 、おりゃおりゃおりゃ。よし、僕の方が今ね結構投げてると思うんですよ。ほらほらね、うぃうぃおりゃ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 。次行こう。ちょっと待って、あのね、キノピオがね、結構音楽に乗ってんですよ。あ、ちょっと待って、キノピオ、ちょっと待って、一緒に音楽に乗ろう。これ、みんなで乗ってるね。誰が一番うまい？いや、僕うまいと思うんですよ。いや、これ楽しい。なんだこのバトル。こんな楽しいの久々だね。次行こう。ゆうくん、名前一緒じゃん。強いで、ゆうくん。洞窟倉庫マリオでしょ、ゆうくん。4連勝いけるかな。その4連勝の阻止をするのは僕ですね。これはジャンプして、これ、いや。ごめん、今回転ジャンプしようと思ったんだよね。回転ジャンプしようと思ったんですよ。そしてね、あのここにね行こうと思ったの。そしたらさ、ゆうくんがさ来たから、もう思ったんですよね。あ、これはこっちでいいのかな。あ、え、ゆうくんいるね。ゆうくん5連勝阻止しますか。止めましょう。マイマンメンマ 3M だね。さあ、ゆうくんは確かキノピオだったね。いや、キノピオ持ってってあげる。おお、ゆうくん、ゆうくん信用してくれてる。ゆうくん、やさ、信用してって、ゆうくん。ね、ゆうくん信用して。僕結構ね、マリオやった。さて、今度はですね、スピードランって書いてたんですよ。いや、マジで。いや、マジでスピーランって書いてたんですよ。これは、うわ、ちょっと待って、あれ欲しくない？ねえ、なんだったっけ、このクッパクラウンジュニア欲しくない？やった、うわ、ちょっと待って、これマジで渡っていきます。ちょっと、邪魔。で、これは、ここね。いや、待って、いやー、ずるい。右に行けばゴールある感じじゃないの？違うのかな。よし、このまま渡っていきます。オッケー、やったね。ルイージ落ちるやつだ。もうやめてって、もうキノピコ、そんなんやめて。もうそうなんすよ、こう打つから、僕も打っちゃうから。いや、先でさ、あのキノピオいるじゃん、あれ打とう、あの子めがけて打とうね。多分このまんま行ってゴールでしょ、きっと。このゲームはそういうゲームなんですよ、大体それで終わるから。いや、でもさ、ルイージかわいそうだね。こっちさ、2人だからまださ、なんかね、一緒に行けるけどさ、ルイージとキノピオ1人なんですよ。仲間外れだね。仲間外れ。オットワンアウト、ちょっと意味わからないから、とりあえず 3-0 だね。これあれか、間違い探しか。ねえ、これ真ん中、いや、一番左が違います。ここです。はい、ここが違います。よし、オッケー。みんな分かった？今、氷のところが違うんですよ。これはね、これはどれだろう？どれで？早くない？あの人。え、ピーンとか言ったね。これ一番左だ、きっと。違う！マリオついてきてる。
なんかでもさ、さっき中間ポイントの音しなかった？一番左に誰か入ってたと思うんだけどな。これは真ん中だね。あの矢印の向きが違うんだ。そして中間ポイント、これはなんか今甲羅出てきたね。ありあり、これ一回当たれるやつ。真ん中でいいの？え、真ん中でいいのこれ？本当にこれ一番右じゃん、これ一番右じゃん。あそこなんか争ってるね。で、これ一番右だよ。いや、みんなでゴールさん見たことあるね。みんなでゴールしてくれるのか、この動画でですね、検証していきたいと思います。まあそれよりもね、やっぱ自分が一番に勝つことが大事なんですよ。これはマッシュルームクエストって書いてたね。おそらくですけど、まあキノピオのステージかなんかなのかな。いや、これはむずい。これもっとむずい。クリモーがね、結構現れてきてるんですよ。うわっ、中間取れなかったね。これやられたらまずい。いや、熱い、これ熱いね。よし、これも当たっていきます。熱いよ、これゴールっぽくない？なんかやった。あっ、キノピオどうしたの？何があった？今ね、今動画見てたんですよ。そしたらね、ピオキングさん一生動画出してくださいっていうコメントがありまして。かわいいよね。めっちゃかわいいよね。一生動画、僕死ぬまでから、まあ70歳とか80歳になっても、私ピオキング G ですみたいな。みたいな、ピオ G ですみたいな、そんなじいちゃんになっても出せってことかな。いや、それはそれでね、楽しそうだね。じいちゃんになってもね、まあ動画配信どんどんやっていきますか。それはそれで楽しそうだと思うんですよ。さて今度善一さん、ギブアップしましたね。これ右行こうか、右行ってこのまま動画に入っていきます。んー、どうしよう。あ、中間ポイントあるね。あの兄弟先行ってる、マジで早いな。よし、これ結構ね、敵が結構いるんですよ。だから危ないと思うな。だからやられてくださいね、2人ともやられてください。ちょっと僕やられるの怖いんでアイテム取っていきます。お疲れ様でした。マジで、ちょっと待って、ちょっと待って、いる？あ、ここ、このドア、このドアじゃない。いや、待って、ノルウェー、ノルウェー聞いたことある。めっちゃ強い人じゃん。いや、ちょっと待って、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。